おはようございます。今日は朝取りに来てみました。1週間ぶりの畑になります。どうでしょうか。畑の状態はやばいです。かなりわんさかと茂っております。こちらピーマンですね。ピーマンまだ実ができてないですけど、花がいっぱい咲いてるので実が必ずなると思います。ナスはこう見てもらうと分かるんですけど、実がなってますね。すでにこれはもう待つばかりですね。こちらが安定のシソになります。本当にすごいです。今これ収穫してしまったんですけども、わんさかなってますね。もう毎日取りに来れます。シソはかなりおすすめします。さて問題はですね、ここです。もう何が何だか分かりませんよね。右半分がキュウリで左半分がトマトです。カオスです。トマトさんはどうでしょうかね。イエロートマトなんで、黄色くなるまで待ちたいと思います。いやもう収穫は間違いないですね。ここにも実がいっぱいなってます。こちら手前にナスがあるんですけども、花が綺麗ですね。この紫色の花がすごく綺麗です。花があるということは実がなるということですからね。こちらトマト反対側に来ました。大きなトマトが目の前になってます。もうこれは収穫間違いなしですね。キュウリなんですが、朝見た時に大変なものを発見してしまいました。それは巨大化です。放置しすぎました。では行きます。じゃん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 、見えてきませんね。おっと見えてきました。じゃーん、超巨大キュウリです。多分このままだとサイズ感がわからないと思うので、後で比較をしたいと思うんですが、これはやばいっす。しかも1本じゃないっす。ここをぐっと潜り、キュウリのジャングルに入っていきます。なんか見えてきましたね。じゃんじゃじゃーん、超立派なキュウリがさらにあるんですが、わかりますか、この太さ。やばいっすね。キュウリめっちゃなってますけど、超太いっす。市販の2倍あります。すごいです。まあこのままってわけにいかないので、今から収穫したいと思いますけども、何本あるんですかね。あ、ここにもいますね。見えますかね。うわー、キュウリだ。じゃあこのキュウリさんをこれですね、ここで切りたいと思います。はい、じゃんじゃじゃーん。わかりますか、わかりますか。ちょっと後で比較しましょう。ちょっとでかいの取ってきます。ここにもありますね。ここにもあるのでいきます。おっと、キュウリが落ちた音じゃないですね、これは。でかいの、はい、ビッグキュウリいきます。はい、はい、ポン。とですね、さらにここにもいますね。大きなのも全部取ります。食べれるのかな、こんなにたくさん。そうですね、まあ、音がすごい。音がね、キュウリを収穫する音じゃないですね。はい、収穫しました。わかりますか、この大きさの違い。わかりますかね。一番手前のやつが通常サイズなんですけど、他のやつが超ビッグサイズです。ちょっとわかりづらいですかね。ちょっと並べてみましょうか。これが、通常のキュウリですね。こうきますね。で、一番大きいの、これ超ビッグです。じゃあ隣に置きます。では俯瞰から撮影したいと思います。
この状態でもかなりわかると思うんですが、わかりますか？左側が市販されているキュウリと同じサイズです。右側が育ちすぎたキュウリです。やばいですね。ぐーんと上がるとわかると思うんですが、はい。どうですか？めっちゃでかいっす。キュウリじゃなくてウリになってますね、これは。いやーでも、嬉しいですね。立派に育ってくれて。まあ、あとは味の問題なんですけど。もうイボイボが、すごいです。つまりですね。とりあえず、6本収穫しました。さて、このキュウリを何にしましょう。キュウリステーキにもできそうですね。